のシャンソンソ歌手であり映画女優本名は、マリエ、ルイーズ・ダミエン。ダミアの生涯、それらの多くは謎に包まれている。本校は知られている限りの情報で作成する。1889年、パリにて出生。10代の頃の彼女には、放浪癖がもともとあり、15歳の時に、父の家を飛び出して、以来波乱と激動に溢れたほとんど極限状態に、 近い生活を送る。当時の過酷な体験は、後の彼女に深い影響を及ぼした。1911年より歌手として活動。孤独や絶望をテーマにした作品を数多く歌唱、発表するようになる。第一次世界大戦中には自ら戦線へ赴き、歌唱で兵士たちを慰問した。現実派シャンソンと呼ばれる作品を積極的に取り上げ、歌ったことで知られ、 シャンソンの悲劇女優と呼ばれるようになる。1936年に録音、発表されたソンブルディマンシュは世相を反映し、フランス国内では放送禁止に、日本国内では発禁になるなど物議を醸したことで、特に知られている。1953年5月には法日公演を、最高東京、名古屋、京都、大阪、福岡、仙台にて公演した。 これら公演は好評を博し、日本でも根強い人気があることを裏付けるに加え、新たなファムをも獲得した。この公演中に旅を機に、入り、フランス帰国後も生涯吐き続けたというエピソードが残っている。1954年から1955年にかけてフェアウェルツアーを行う。最終公演はパリオリンピアを満員にし、彼女は 約40年にわたる芸能活動に幕を下ろした。1978年、パリ西部の都市ラセルサンクルーで死去。1953年の訪日公演時。ありがとうございます。